ょう。中村さん、今日何ですか。何ですかってとぼとぼけちゃってちゃんと言ったじゃないですか。LINE で送ったでしょ。え、あの、体重です、体重、体重、体重。 LINE くれてました。 LINE、 あ、見てないです。見てない。興味ないんやな。人のね、そんな興味なんてないのは分かりますよ。いやいや、自分のことでね、今ね、大会前に ね、はい、何とらしとんねん。いやいやね、何ぬるいことやってんねん。いやいや、まあまあ、ですけど僕も、まあ、一応頑張ってるんでね、はいはい、ちょっと成果ちょっと見てもらいましょう。分かりました。今日はちょっとね、ちょっと前振りが雑じゃないですか。です、ね、はい、とりあえず取っとこうみたいな。さあ、どうでしょうか。90.50 90.50 ということは、はい、これにね、650g 出さないといけないんですよ。あの、パーカー、あれ、650g、 あれ650g あるんです、はい、だから、91.15 ですよ。91.15、え、前回は何歩だったんですか。 91.15 の、前回は 92.85 やったんですよ。おう、ということは、1.7 キロダウンです。 1.7 キロペースですね、はい、ガチで。前も同じくらいで、ね、そうですね、はい、1.7 キロしか落ちなかったですね、1ヶ月で。1ヶ月ね、はい、まあ、なんていうんですかね、その、はい、みんなね、はい、あの、欲張りすぎですよね。欲張りすぎ、はい、どういうことですか。 1.7 落ちてるってことは、はい、落ちてますやん。まあ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 ね、いいペースで落ちてるんですけどね、はい、まあ、2キロペースぐらいで本当は落としていくのがいいと思うんですよ、はいはい、なんですけどちょっとオーバーペースで落としていいかな、はい、かなと思って3一応ね、先月2キロで行こうかなと思ったけど、やっぱり3キロにしますって言うんだ、はい、はい、まあね、それも2キロの届かずですからね。1.7 キロなんですけど、あ、まあ、約半分、そうですね。でもまあまあ、あの、 91.15 ということで、はい、まあ、来月こそはもう80キロ台、はい、突入しますから、はいはい、ここからはね、ちょっとごめんなさい、あの、2キロペースにします、本当に、はい、ちょっと現実的なところでね、はい、あの、2キロペースにしないと、はい、ちょっとさすがにちょっとずつ落ちてきてるんで、はい、あの、だいぶちょっと、そうですね、きついっす、きついですか。いやいやいや、もうね、だいぶ、あれもやめました、あの、イカのフライ、あ、おつまみ、あれもやめて、はい、ハイボールは、あの、こういう長細いやつがあるんですよ、はい、長細いやつ、なんですか。あの、セブンイレブンに売ってるんですけど、はい、長細いタイプのイカフライがあるんですよ。いやいや、このイカの形のやつはやめて、はい、長細いタイプのやつ買いました。形が変わっただけじゃないですか。はい、はい、それでね、それで、ちょっと動くかなと思ったんですけどね、はい、動かないですね。そうなんですね、はい、まあ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 、ちょっとね、そこもちょっと、はい、来月からは、はい、今日、明日からですね、今日も今日か、今日からはちょっとさらに頑張って、はい、そのイカの長細いやつは食べない。もうイカやめます。やめる、はい、イカもやめます。やめるんですね。やめて、はい、ちょっともうね、あの、夜のね、ウイスキーのおつまみは、はい、昨日いいのを見つけたんですよ。何ですか。これやと、はい、今まで何をね、はい、これ見つけへんかったんかと、あ、盲点でした。お、あの、サラダチキンあるでしょ。サラダチキンありますね、はい、サラダチキンのスモークのやつがあるんですよ。ああ、あるでしょ。あります、あります。あれハイボールに最高。ああ、いいですね。はい、ということで、はい、あれにもうイカのフライからサラダチキンのスモークに変更するんで、はい、皆さん、来月の、結果報告ですね、楽しみにしててください。横山八丁でした。